ゲンさん死ぬんだ。俺の背中で死んじゃないか、ゲンさん。はい、おまおじさんの足元にゲンさんの死体があります。え、でめっちゃ勝ち合ってて、はいはいはい、どこで、ルーの皆さんがすごい、インポスターが多いね、イルハッカーよく弾いてる気がする今日は。おまおじしろ、とりあえずプテサしろ、アルマしろ、ハタイズしろ、ハタイズオラしろ、はい、アルマしろ、とメイヤさんはアーカイブは切れる、あ、ごめんなさい、じゃあおまおじさんしろじゃない。聞くやな、いや今すぐ取り消そうかと思ったけど、まあメイヤさんがアーカイブ分け以外だったらいいやと思ったんだけど、アーカイブ分けやったら全然黒、あ、なんでガッツリ黒ある、ガッツリ黒あります。いや、あるでしょ、まあ、おまおじさん分け値聞きますよ、じゃあ他の人の、エンジン単分けです。お、ピカクロスメイン脇で、最終セキュリティです。はい、宿舎脇竹尾サントス、はい、あ、ここ白、うん、最後ミーティングでも見合ってるんでさすがに大丈夫、あ、無理そう、うん、あのねプテさん、じゃあ覚え毛やったでしょ、僕貨物脇覚え毛、おまおじさんがラウンジ側に抜けて、抜けてない、抜けてない、抜けてない、いや抜けてないよ、分かってる分かってる、最後配電バンバンにいるのは分かってるんだけど、おまおじさんが診察室のゴミ箱タスクをやり、うん、その後上に来ましたね、うん、僕は貨物で配電バンバン行ったんだけど、覚え気あることに気づいて一回下行ってるんですよ、その時におまおじさんがアーカイブ側の方に走ってって、ちょっと経ってから配電バンバンで、2人で合流だから、お前さんは僕より上に行ってるんで、アーカイブ脇下メイさんがラウンジ来てる場合は切れます、おまおじさんしては僕は切れないはず。ゲンさんってさ、うん、メイヤさんがアーカイブ分け以上の情報って何ですか、こっちには行ってないっていうのは分かるかなと思ったんですか、私ラウンジ、貨物と移動して、じゃあお前さん無理じゃん、ダウンロード途中なので、じゃあ無理やけ、正面にメイヤさん来てませんけど、いやでも遅れてくる可能性は全然あるので、いや、どの道、どの、その前におまおじさんがいるから、多分ゲンさんのメイさんが配線してんの見て、俺、はい、配電前行ってるんで、あ、そうなの、それは私は視点では見えてないです。もうじゃあピカさんかゲンさんあったぐらいってことですか、うん、じゃあおまんさん白打てます僕。え、アルマくんも無理そうっすよね、うん、まあ本当にピカさんが席とかに行ってるんだったら、まあエンジンメイン、エレキメインなんで、僕はまあどうなんでしょう ね、まあ無理だと思ってほしい、そのままセキュリティの方に行ってるからすれ違わない可能性ある、そのままテープが出てきてるから、僕はメインのゴミ箱やってエレキも勝ちやって上がったぐらいで終わりです。これ手に直したのってハタさん、僕です、直した、おまおじさんと僕、うん、直したけど勝ち合わされてすごい不機嫌でした。真ん中と一番右が勝ち合いましたね。じゃあ伊豆ハタオラ、はいはい、伊豆ハタオラスは展望の、配電盤、オッケーオッケーオッケー、はい、ありがとうございます。いや、ちょっとこれはどうした方がいいかな、キル入れていかないと話にならないか、うわ、ラウンジいっぱい、いや、いや、いや、素晴らしい、ナイス、素晴らしい、ボタンだ、誰だ押したのは、まあヒットピカゲン、まあワンチャンアルマですね、多分ピカゲンなの。じゃ以外なんかあります、原産視点、私メイヤさんがアーカイブに行った以降分かんないんだけど、アーカイブで湧いた後に、おまおじさんとプテさんって、お二人とも貨物来られたんですか、私その死人がないんですけど、いや貨物脇が、貨物脇でおまですよ、でお二人で停電直されたという主張ですか、そうです、てかさ、逆におまおじさん視点チェキの弁当は絶対弾けるんですよね、絶対弾ける、あー、OK です、うん、まあ、でもおまおじさんだけ、でも原産は最終死人だから、どうあっても逃れられないと思うんですよ、うん、その最終死人だから、おまおじさんがゲンさんの
貨物を見てるってことだよね、お前さんね。そう、配線してるのは見てる。プラスで、ペオマのラインっていうのもあんまり考えづらいなと思ってるのは、一回ペケさんがおまじさんのこと黒で塗って上で再考察入れて白にしてるから、ライン切りとかそういう感じで。ラインってそもそもないですよ。ゲンさんが、アーカイブからラウンジ側に行ってるっていうゲンさんの主張で、そっち側には来てないっていう主張だから、ああ、そうか、そうか、ごめんごめん。そもそもない。だから、ゲンさん視点では下行ってるってことですよね。超高機右かね、下か、うん、左だと思うんですけどね、うん、もしくはアーカイブに滞在、うん、まあ、全部ある原ピカがあるのどっちかかなと思いつつも、うん、アルマサンシンでピカさんと合わないのって自然。あ、まあメイン脇でエレキ行ってセキュラったらまあ合わなくても普通かなと思います、うん、僕はメインのゴミ箱1回挟んでエレキ行ってるんで、私開幕速攻エレキ降りて勝ち合ってて、今回ってあの勝ちまでがほぼ最短ルートなんで、そうもう、なるほどなるほど、違わない可能性の方が高いですね。オマプテカボツ分けなら納得です。まあ菅容疑者だから一旦ステイしますか。あのターン結構長くなかった、初ターン長かった、長かった、まあまあ、長かった、まあまあ、あった。停電起こるまでもなんか長かった気がするんだけど、そうですね、起こるまでは、うんうん、あ、ごめんなさい、アルマさんの最後の詳細ってどのあたりですか。上がって終わりくらいです。メインから、あ、ごめんなさい、エレキからメインに上がって終わりくらい。ああ、うん、多分私が一回エレキに降りた後、例えばアーカイブの方向に向かってるとしたらアルマさんとすれ違いそうだなって気がするから、だからそもそも降りたのが嘘でしょ。ああ、うん、そうか、それが成り立つ、それがあるから、うん、それがあるから、ね、ああ、そうか、なんでもないで、ワイヤー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 、ハンバーガー出す。お店、はい、あ、強い、まあ、すごい。なんかサボ範囲ないですね。ね、確かに。あ、じゃあサボってんすか。おお。なるほどな。深い。僕サボやりますね。よろしくお願いします。時間じゃないですよ。やってください、もっと早く。ナイスボタン。強いね。しゃあ。なんかね、うん。見てた。一番右やったよね。うん、左3つの右1だったはず。うんうんうん。メイヤさん暇そうだな。それはそうやな。メイヤさん確かに。じゃあなんかね、この試合あんまドア閉まんないんすよ。閉まんない。忘れてますしね。閉めてくださいよ早く。なんで次僕やるんで、はい、いやめっちゃ締まりそう、お願いします。マージさん締めた方がいいですよ。何を言うとるんだね。
ゲンさん死ぬんだ。てか俺の背中で死んじゃないか、ゲンさん。はい、おまおじさんの足元にゲンさんの死体があります。えでめっちゃ勝ち合ってて、はいはいはい、どこで、展望デッキで、展望デッキで、うんうん、え最終位置行ってきません、貨物。あ、おまおじさんに聞きたいのが、どんぐらいまでゲンさんは生きてたんですか。いやもうて、晩一緒にほぼ同じタイミングで入って晩開いて、で勝ち合った少なからず3秒から5秒以内のキル、直近、もうほぼ直近、いやまあ直、うん、そうやな、直近と言っていいと思う。勝ち合ってるって言ってもそない長い間勝ち合ってたわけじゃないし、俺見えてるから今画面でも。はあはあ、じゃあまあ場所聞いていけばいいんじゃない。おまおじさんのちょっとごめんなさい、最後のあれをもう一回聞かせてほしいです。最後の あれとは、最後の状況を、そう、バンの状況、一番最後の配電盤情報言えますよね。左から2番目と真ん中で勝ち合ってた。はいはいはい、そこが上がったり下がったり上がったり下がったりしててっていう感じだった。ちょっとそれ最後だから俺は触ってない、もう多分勝ち合いまくるから触らずに触ってない、触ってないんやったらゲンさんのレポートいきません。触らずに最後もう上げる素振りを見せなかったね。あと、いやごめんなさい、だって今停電治って 2,3 秒くらい経ってますよね。うん、だからそこがなんでレポートせんかったのかな。レポートボタンを押してる、まあ、だから画面は見てる、だから背中で死んでる。あ、そういうこと。あ、そういうこと。そうそうそう、はい、だ俺が押したと思ってたんやけど違うんや。オラフ君はどこで見てる、あれを。はい、で、あ、はい、で、まあ初号機右です。はい、ちょっと話したいんですけど、ゲンさんが無理って、死ぬんだったらおまおじさん初手キルできないから、初手から考えた方がいいんじゃないかなと思うよ。初手アルピカになるね、ストレア。アルピカかな、うん、俺おまおちゃんもすごいシンプルに詰めれそうやなと思っちゃってるけどな。俺はキッチンから入ってそのシンプル発見で、うん、もう停電直って 2,3 秒経ってからおまおじさんレポートできるっていうんやったら、おまおじさんの死に合わせたら現行犯見てないとおかしいレベルって思っちゃうけど。セリフとか出ないですか。え、いやでもピカさんの言ってる論がいいと思いますよ。そっちで止めた方がいいと思うんですよ。うん、ピカ白を主張できるなら。いやまあそうだね。できない。私メイン。もう時間ないな。左側にいる。僕逆に右側にいるのをサントス。あ。メイン左だったらピカさんずっとメイン。うん、メイン過ぎだからピカさん。エッチか。なんで俺やばいと思う。なんで俺になってんの。今回で。タスク順番聞いてよサントスさん。これでも負けるやん。ボタン行きます。タスク順番どんな感じですか。誰かボタン来てほしい。ナイス、ナイス、負けた、最悪だ、マットです、おー、ありがとう、オラフくん、おー、そうなんだ、僕がマットだよ、オラフくん、いや、これは土先般かましたわ。じゃあ、オラフくんに入れます、はい、いや、ごめん、これは僕が土先般だ、いいよ、しょうがない、そんな日もある、いや、もうこれやらかした、なんでおまおさん入れたんだろう、どんまい、どんまい、え、うわ、ごめん、これごめん、オラフくんも言うた、はいはいはい、しゃあない、しゃあないわ、いやまあきつい、勝手に今のはしゃあない、普通に人外が議論が握ってたから、うん、いや、最悪、グルーが主役がいなかったし、舵取らなきゃダメだったから、無理しゃあないよ、隠しのポジションいなかったからね、作れない、まあ、でも誰かが白っぽい人が自分名乗り出ても言わないと、そうだね、アタサコも入れたんじゃなかったっけ、うん、もう入れてます、あれもうおじさんに、あ、じゃあまあまあまあ、まあ、それは知らないか、まあまあ、人外にクルーにか、うん、普通に入れてって言えばよかったね、 あ、誰か僕に入れたのか、ひとりじゃあ人外、あ、そう、ひとり1票入った、1票入った、ちょっともう老老だったのか、逆によかった、ん、ちょっと老強かな、うん、老強か、いや、あ、そうそうそう、まあでも最初はそういう試合がないと人外勝てないからありがとう、はい、いや、あんまさん助かりました、ありがとうございます、
いやいやいや、最初分かんなかったです。あ、そうか、アルモダマットか。あ、そうや、アルイズハタで貨物湧いた時、アルマって弁当入った貨物の。アルイズハタで、あー、貨物の弁当は逃げた気。あー、いや、なんかハタさんの目の前で弁当入ったように見えたから、俺視点で。入ってないよ。入ってないよ。あ、じゃあバグか。よかったよかった。じゃあ、次いきますね。はい、お願いします。